岡山県作陽高校のキックオフで前半戦が開始されました。向こうとかもあるんですか？
Thank you.
Come on, come on.
Ha 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 ha!
手の交代をお知らせします。徳山県作陽高校背番号9三馬翔太選手に代わりまして背番号7小川陽次選手が入りました。元気から何秒ある？
Wi-Fi もThank you.
ただいまの得点は東福岡高校背番号9紀藤俊介選手でした。これにより東福岡高校が3対0でリードしています。Okay.
選手の交代をお知らせします。岡山県作陽高校背番号15宮城健一選手に代わりまして背番号16本田道隆選手が入りました。Thank you.
了解です。また、皆さん、今、この放送の応援バスに来ます。
選手の交代をお知らせします。東福岡高校背番号16中村健人選手に代わりまして背番号8山根翼選手が入りました。続きまして背番号11赤木翼選手に代わりまして背番号17藤井良樹選手が入りました。選手の交代をお知らせします。
岡山県作陽高校背番号8岩井達也選手に代わりまして背番号4浜野雄太選手が入りました。選手の交代をお知らせします。東福岡高校背番号7松山朝日選手に代わりまして背番号12永田博樹選手が入りました。大丈夫です。
はい、行け、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 なんか閉めれます、なんか、はい、行け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 
選手の交代をお知らせします。東福岡高校背番号14脇野敦史選手に代わりまして背番号1甲斐博史選手が入りました。Ah!
Thank you.